こんばんは、佐藤ひろこです。佐藤ひろこでしょうねお、今夜は第39回目の放送です。本放送をお聞きの方は12月27日金曜日、再放送をお聞きの方はほって言っちゃった、再放送をお聞きの方は12月29日日曜日、皆様それぞれいかがお過ごしでしょうか。今夜は12月の最後の週ってことは、最後の週ってことは、今年最後の放送だよ。ちょっと意外に音が鳴んなかったですね。今唇おの口、あゆえおの口にしてこう手をこう当てて鳴らすやつやったんですけどね、ちょっと思ってたより鳴らなかったっていうのだけお詫びしておきたいと思います。そう、今夜は2019年佐藤ひろこでしょうネオが今夜最後の放送になっちゃうんです。大丈夫、1月3日また放送するから安心してください。今年はでも最後なんです。もう今年終わっちゃうんです。早い、早すぎて涙が出てくるような気がしますけれども、この番組では先週クイズを出しました。クイズはですね、来年の1月から佐藤ひろこでしょうネオの今かかっている始まりの言葉かかってますけど、このテーマ曲が変わります。で、このテーマ曲が新しく変わるのは佐藤ひろこの楽曲に違いないんですが、それはなんていう曲でしょうかというクイズです。これは大喜利ではございません。あ、でも大喜利もいいね。 OK、 ひろこ決めた。大喜利も OK とします。面白いやつはプレゼントしますよ。 A、 大喜利でも OK です。佐藤ひろこでしょうねを1月から新しいテーマソングにしてみた、どんな曲みたいな、はい、曲のタイトルが当たった方、そして大喜利で面白い回答をしてくれた方全員に佐藤ひろこでしょうネオ、あ、違う、佐藤ひろこオリジナルステッカーをプレゼントします。全員って送ってくれて全員じゃないからね、はい、これは、はい、一本みたいな、正解みたいな、方ですね、お送りさせていただきます。メッセージの宛先は 320-8601 栃木放送佐藤ひろこでしょうねお係。ファックスの方は 028-643-3311 028-643-3311、 メールの方は ds941@heroko310.com ds941@heroko310.com です。皆さんからのメッセージ、クイズの答えお待ちしています。こちらの発表はですね、1月3日の放送、この週が1月の3日週が再放送がないので、1月3日だけ答えをお伝えしますので、皆様12月29日日曜日の24時までにメッセージを送ってください。あなたからのメッセージをお待ちしています。そして今夜は流星スペシャルです。どんな放送になるか最後までお付き合いよろしく。この番組はアイケアステーション、干し芋王国土佐木農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、キッチンカーひろしのベリーズベリーの提供でお送りします。
佐藤ひろ子でしょう。佐藤ひろ子がお送りしている佐藤ひろ子でしょうネオです。皆さんからのメッセージをお待ちしています。さて今夜は流星スペシャルです。1月29日に発売される佐藤ひろ子のニューシングル流星の、スペシャルバージョンです。で、まあリリースが来月なので、また来月1月のタイミングでまた流星スペシャルをやりますけれども、今夜なぜ、ちょっとね早めのスペシャルをやるかと言いますと、この楽曲が栃木テレビ開局20周年特別番組栃木の偉人日立を作った男小平波平という番組の主題歌テーマ曲に使っていただいているんです。それの本放送が12月29日日曜日夜8時から、そして再放送が来年1月15日水曜日の夜10時から放送ということで、本放送が完全に今ど真裏でですね、あでもまあ栃木放送と栃木テレビさんはね系列が一緒の局なので、どっちも聞きながら見ながらどっちかを録画したり録音して聞いたり見たりしていただきたいなと思うんですけれども、栃木テレビさんではこの曲いっぱい使ってもらえているはずなので、もしかするとどっちも見たり聞いたりしている人はパニックみたいな感じかもしれませんけれどもね、でまずはどんな曲かっていうのをまずは聞いていただきたいと思います。佐藤ひろ子で流星お聴きください。空を染める青の衣もまと願いは命の星降る流星ような声で風はほら命を今運んでゆくから祈りよ天に響け届け魂の歌で空を染める青の衣まと願いは落ちてゆく僕らは流星
お送りしているのは佐藤ひろ子で流星。来年の1月29日に発売になります。ニューシングルです。で先ほども言いました栃木テレビ開局20周年特別番組栃木の偉人日立を作った男小平奈美平、本放送が12月の29日日曜日夜8時から、そして再放送が来年1月15日水曜日の夜10時からです。なのでとちテレの本放送の日がこの番組の再放送、何ですか、今年の最後の放送日とドカブリみたいな感じなんですけれどもね。この番組は録音番組なので今現段階では私ももちろんまだ作品を見てないんですね。でなんかこうドラマなんでしょうとかっていろんな人になんか言われるというか問い合わせが来るんですけども、小平奈美平さんの半生をたどったなんかそんなお話しないで再現 V 再現ドラマみたいなのが間に入ってくるから、ドラマがないわけじゃないんだけどもドラマばっかりでもないというなんかそんなお話みたいです。まさに今多分放送されてるのでね、どんな放送になってるのか私もなんかすごい楽しみにしていますけれどもね、まあ、聞いたり見たりと楽しんでいただければと思います。この流星が来年の1月29日に発売です。今夜はこの流星についていろいろお話ししていきますのでね、最後までお付き合いいただきたいと思います。お送りしたのは佐藤ひろ子で流星、来年の1月29日発売の楽曲ですよ。今夜は流星スペシャル、まだまだ流星について熱く語りたい、語らせていただきたい、あんなことこんなことあったでしょう、にゃ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 なこそうですね、はい、流星のあんなことこんなことお話ししてまいりますので最後までお付き合いください。でしょう。佐藤ひろ子がお送りしている佐藤ひろ子でしょうねを、今夜は流星スペシャルです。流星という曲はですね、前作の雪降るというアルバムの中に収録されているナンバーなんですが、これがもともと5年も経つかな、5、6年ぐらいもしかしたら経っちゃうかもしれないんですけど、私がですね初めて舞台にチャレンジした時があるんですけれども、その流星、この流星はですね、まあ、その舞台に書き舞台のために書き下ろしたナンバーで、降り注ぐは流星っていう舞台だったんですよね。で私も出演するから、まあもちろん稽古だったりとかいろいろ始まる前にどうしてもレコーディングとか済ませておかないといけなくて、それでまあちょっと、まあ、脚本家の方にもう早めに本くださいって言ってたんですが、なかなかやっぱちょっとギリギリになってしまって上がってこなかったんですよね本が。でまあ、とりあえずあらすじだけでも攻めてって言ってあらすじを伺って、そのあらすじを読んだイメージの中で書いた楽曲なんですよ。でこの曲はなんか他の曲とは随分系統が違うねなんて言っていただくことも多いんですけども、なんか私の中ではとっても情報が少なくイメージの中で作ってるから、ずっとなんかこう漂っているようなニュアンスというかなんかイメージがあるんですよね。で要はその
なんですか、脚本がさ、まあ、しっかりとしてる 本の状態じゃない、あらすじしかないから、本当にこれで合ってるのかなとかって思いながら、自分にもう不安を抱きながら作るわけなんですよ。だからもう自分のイメージがもう全てじゃないですか。でその時に私がこうイメージした世界っていうのが、朝でもなく昼でもなく夜でもなく夕方でもなくみたいな、ちょうど途中ぐらいの中間くらいの景色ってなんとなく皆さん想像つくでしょうか。まあ俗にブルーアワーなんていう言い方しますかね。朝と朝の、まあ、日の出と、そして夜の日の入りの後とか、なんかそのあたりで見える景色だったりするんですけども、やっぱりね、本当そのあたりの景色でさ、自分が今どこにいるのかとか、今もちろん何時なのかとか、そういうことが分からなくなって不安になったりするんですよね、私は。それって分からないことって自由だし、だけど不安に思うってことは、それはそれでやっぱり不自由なんだよね。時計とかさ、カレンダーとか、な、温度計とか、何ですか、そういう目で見てすぐ数字で分かるものって私すごく好きなんだけど、でも分からないことも実はすごく幸せなんじゃないのかなって思う時もたくさんあるんだよね。まあちょっと話がずれちゃったけど、その、まあ、ブルーアワーとか、ちょうどがない時ね、朝と夜との間ぐらいの、これが私が思い描いた景色っていうのは、沖縄に行った時にね、もう一面海が広がってるわけで、その時見たのは、まあ、夕方だったんだけれども、まあ、日の入りするあたりで、空のその日の入りしていく空と、それが海いっぱいに広がっている景色が、どこからどこが海で、どこからどこが空なのか、地球なのか宇宙なのか、まあ、水平線と言われるそのもの自体がなんだか分かりにくかった瞬間があって、全てがこうなんかつながっているっていうことをね、なんか見えた時になんかすごく無性に泣けてきて、私今でもね、その景色を見たのが多分10年ぐらい前の景色なんですけども、今でも本当鮮明に覚えています。その景色をちょっと思い描きながらこの流星という曲を書いているので、どことなくなんかこうさまようようなイメージがこう見えたりするんじゃないかなって、逆にそういうイメージが届いてたらいいなと思うんですけども、朝なのか夜なのか、だから空を染める青の衣をまとう願いは降り注ぐ僕らは流星とか、なんかこう色がちょこちょこ出てくるんですが、流星っていうとやっぱり青をねイメージする人ってたくさんいると思うんだけど、でもそれは本当に青だけなのだろうかというところで、相反する赤を私はやっぱりいつも共存して見えてたりするんですよね。なのでそういう色の世界も楽しんでもらえたらなと、そんな風に思っています。あともう これ言い忘れたけどね、あの佐藤浩子がピアノを弾いてるっていうのも聞きどころなんですね1月29日、発売の流星、ぜひね皆さん楽しみにしていてください。そして佐藤浩子の悪巧みとしまして、まあ、先行発売で宇都宮のどこかの店舗で CD 屋さんなどでですねゲットできるようにしたいなと思っておりますので、その辺の情報また詳しく決まりましたら1月の流星スペシャルパート2の時にでもぜひ、話せたらいいなと思いますので、またお待ちください。今日は流星スペシャルということで流星ばっかりかけています、で今お届けしているのももちろん流星なんですが、これは、今年の12月8日に行われた佐藤浩子バースデーワンマンライブの時の模様ですね、ライブバージョンということで
今日は最後にお届けする流星は12月8日のバージョンです。どうぞお聞きください。届け魂の歌で空を染める青の衣まとう願いは落ちてゆく落ちてゆく僕らは流星祈りのかけら集め明日を照らすのはゆららゆら魂を歌えゆららゆら魂を叫べ。赤く満ちてゆく光は送りしているのは1月29日にリリースされる佐藤ひろ子ニューシングル流星のライブバージョンです。今年の12月8日に行われた佐藤ひろ子バースデーワンマンライブ2019、まもなくデビュー20周年ですってよの時に歌った流星のバージョンです。これはギターは私が弾いていて、ピアノは高山ワーカーが弾いています。で、新しいそのシングル CD のピアノは私が佐藤さん弾いておりますゆえね、その辺も聞きどころだぜという、CD をゲットできるの楽しみにしていてください。佐藤ひろ子の悪巧みとしまして先行発売ができる CD 店をですね今探しておりますので、その辺はちょっとまた情報が決まりましたらお知らせしますのでお待ちください。そんな流星ですが、何度も言いましょう、栃木テレビ開局20周年特別番組、栃木の偉人日立を作った男小平奈美平のテーマ曲に使っていただいています。とちテレの放送は12月29日日曜日夜8時、再放送が来年1月15日水曜日夜10時からです。そして栃木テレビ以外でも実は見ることができるんです。まずは東京 MX 12月30日月曜日夜10時から、テレビ神奈川12月30日月曜日夜11時30分から、テレタマ1月1日水曜日夜11時から、サンテレビ1月3日金曜日午前11時から、三重テレビ放送1月4日土曜日夜11時から、千葉テレ1月5日日曜日夜9時から、そして再放送とちテレが1月15日水曜日夜10時からです。他にも放送局がちょこちょこ増えていっているそうなので、詳しくはですね栃木テレビのホームページをご覧ください。栃木テレビのホームページの小平奈美平とか日立を作った男とか20周年特別番組とか、ちょっとそういう検索ワードを入れていただければ、この辺の詳細が全て出てきますのでぜひご覧ください。いやー、もちろんね私もまだ見ていません。今回の放送第39回目の放送の再放送の日が、一応トシテレさんの最初のオンエア日になりますので、どんなものになってるのかすごく私も楽しみですけれどもね、皆さんも釘付け耳暖房にして聞いてください。そして、1月の29日に新しい CD としてこの流星を持って全国ツアー回りたかったんですが、ちょっとね全国回れないかもしれないと
いう感じがうすらうすらと見えてまいりました。今のところ決まっているのが1月29日のリリース日にですね、 JR 宇都宮駅前のララポケットというスペースで佐藤ひろこ、ニューシングル流星リリースだっぺよストリートライブインララポケットを行います。一応この日インスタライブとか、そういうのも配信する予定でいるので楽しみにしていてください。その他の詳しいライブ情報なんかはですね、佐藤ひろこのホームページ、ブログ、ツイッターなどをチェックしてください。そしてそしてそして12月29日24時までに番組宛てにメッセージを送ってください。佐藤ひろこでしょうねを来年の1月テーマ曲変わります。どんな曲になると思いますか。これはクイズと大喜利をお待ちしておりますのでね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。郵便番号 320-8601 栃木放送佐藤ひろこでしょうねを係。ファックスの方は 028-643-3311、 メールの方は ds941@hiroko310.com です。または CRT 栃木放送の番組ホームページからも飛べますので、ぜひそちらからメッセージをお送りください。皆さんからのお元気いっぱいメッセージをお待ちしています。さあということで、2019年ラストの放送でしたが、いかがだったでしょうか。ラストにふさわしく流星ばかりをめちゃくちゃかけるというね、この潔いんだか悪いんだか分かりませんけれども、自由気ままな佐藤ひろこ、あなたのお家の茶の間にお邪魔して、うだうだだらだらと日常のうふふを喋っていく、そんな番組、来年もゆったりまったりとあなたと過ごせたらいいな。皆さん風邪をひかないで、また来年元気に会えることを楽しみにしています。年明け一発目の放送は1月3日です。でこの週の再放送はありませんので、1月5日の放送再放送はお休みです。なので来週は一発チャンスということで、1月3日の放送をお楽しみに。それではまた来年お会いしましょう。お相手は佐藤ひろこでした。良いお年を。この番組はアイケアステーション、干し芋王国土崎農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、キッチンカーひろしのベリーズベリーの提供でお送りしました。明日もいい日でありますように。しかなって